2024年4月4日、韓国が建造していた3000トン級のトサンアンチャン補給通常動力潜水艦、サンチャンボ5 3 KSS3 バッチ1の3番艦となるシンチェイホが、韓国南東部のウルサンにあるヒュンダイ重工業の造船所で偽装工事を終えて韓国海軍に引き渡されたよ。同艦の引き渡し式典にはアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ペルー、フィリピン、ポーランド、エクアドル、コロンビアの政府関係者が参加したことを韓国メディアのみならず海外のメディアも大々的に報じていて、関心の高さが示されているな。今回は韓国の最新鋭潜水艦 KSS3 の3番艦が就役したことによる、韓国の売り込みが激化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このトサンアンチャン補給通常動力潜水艦チャンボ5 3 KSS3 は、水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルとされ、水中速度20ノットで乗員は50名、連続潜航日数50日の性能があり、533メートル魚雷発射艦8門にミサイル垂直発射装置システム VLS6 機を備えていて、韓国初の潜水艦発射弾道ミサイル搭載可能な通常動力型潜水艦だね。2020年8月に韓国国防部が2021から25国防中期計画において建造計画を公表したもので、韓国がこれまでドイツから輸入して建造運用をしていた209型潜水艦 KSSI チェンボ5級及び、214型潜水艦 KSSI アイソン元1級で取得したノウハウをもとに国産化に成功したとされる3000トン級潜水艦で、戦闘システムやソナー水中音波探知機など潜水艦の重要な装備を国産化したとしているほか、潜航時間を長くする非待機依存推進 AIP システムを備え、地上の標的に対する精密攻撃と極秘作戦の安定的な遂行が可能であるとして韓国国防部では、独自技術で開発した世界最高レベルの潜水艦であると主張しているよ。同艦の VLS には韓国が独自に開発してすでに実戦配備されているとされる、玄武山 C 対地攻撃用長距離巡航ミサイルを潜水艦発射用に改造したものが搭載可能とされるみたい。しかしながら、この玄武山 C シリーズは射程 1500km の巡航ミサイルで、対北朝鮮を牽制するミサイルとされているのであるが、韓国本土から北朝鮮全土だけでなく中国の北京も射程内に入れることが可能であることから、あえて潜水艦に搭載せずとも陸上に移動式の発射台があればこと足りるとして、わざわざ膨大な経費をかけて弾道ミサイルを搭載可能な大型潜水艦を保有する必要はないとする指摘もあるぜ。このことからトサンアンチャン補給通常動力潜水艦の1番艦トサンアンチャン補と、2番艦安武が就役した頃の韓国においては反日強硬派のムンジェイン政権による異常なまでの反日感情の高まりから、北朝鮮への牽制が目的ではなく日本への牽制ではないかとの見方が広がっていたな。実際に韓国の潜水艦には、かつて日本に支配されていた頃に活動していた反日活動家を英雄としてその名前が付けられており、日本を意識したものであることが感じられるね。ただ、近年における KSS3 をめぐる韓国の動きを見ていると、日本への牽制という意味合いではなく、VLS を搭載することで弾道ミサイルを搭載可能な潜水艦の保有を希望している。世界各国への輸出を念頭に置いたものである可能性が高いとする指摘が出ているんだ。KSS3 のバッチ1は今回就役した3番艦シンチェイホで建造終了となり、次級は排水量が3600となって VLS が6機から10機に増やされるバッチ2が2025年から建造される予定となっていて、今回招待されている9カ国の海軍関係者はその建造施設見学が予定されているとされ、韓国側は自国潜水艦の売り込みに躍起となっている様子が伝えられているよ。これまでの韓国側の具体的な動きとして、アメリカに対しては造船業界への投資を進めているほか、子会社の設立などを通してアメリカの造船業界への進出しようとする動きが見られるほか、イギリスのバブコックインターナショナルグループとの間で KSS3 の海外輸出での提携を深めていることが報じられ、さらにカナダ、
ポーランド、フィリピンには KSS3 バッチ1の売り込みが盛んであることも知られているんだ。さらにペルー海軍においては韓国のフリゲート艦や大型哨戒艦 OPV 揚陸艇などの建造についてパートナーとして選定され、フリゲート艦など4隻の建造が発注されているほか、南米でコロンビア海軍とエクアドル海軍にも自国のフリゲート艦を提案中であるというよ。また、日本のフリゲート FFM である最上潟護衛艦の導入が有力視されているオーストラリア海軍の、海軍再編構想に含まれる汎用フリゲートの調達先においても韓国のフリゲート艦が候補として挙げられているなど、今回招待された各国それぞれのアプローチが強力に展開されているな。韓国国防部と HD 現代重工業は、招待した各国海軍関係者に対して KSS3 が韓国の独自技術で、設計建造された潜水艦であることをアピールしただけでなく、偽装工事を終えて試験評価中のイージス艦ただし粗大王やフリゲート艦ただし南も合わせて紹介したことが報じられており、パウル・デュクロ中間ペルー大使は潜水艦の内部まで実際に入って見学することが許されるなど特別な経験になったと語ったことが伝えられたぜ。ジュオンホ HD ヒュンダイ重工業特殊船事業代表は今回の潜水艦収益行事は、優れた性能を持つ我々の潜水艦を、世界各国に PR するまたとない契機になったとして、今後、韓国政府とともにチームコリアとして防衛産業輸出に総力を尽くすと語ったね。このような韓国の海軍艦艇売り込みの動きについて、特にオーストラリアにおいて韓国企業の動きが活発となっていて、ハンファグループがオーストラリアのオースタルの全事業を買収する提案が進められていることが明らかになっているよ。ハンファの執行副社長は外国投資審査委員会 FIRB がハンファによる同社買収を拒否するという主張には根拠がないと述べて、買収の噂については否定したものの、ハンファはすでにオーストラリアへの先行投資について FIRB の承認を取得しており、地元労働者を雇用している G ロングの製造工場に多額の投資を実施しているとして、歩兵戦闘車両や自走榴弾砲に弾薬補給車などの契約サプライヤーとしてオーストラリアの防衛産業基盤への確かな投資実績があるとしており、オーストラリアの防衛産業にすでに深く食い込んでいることを明らかになっているんだ。また、今回の式典に招待されている国の中でカナダでは、現在運用しているビクトリア級通常動力潜水艦の老朽化から後継艦種の検討に入っていることが伝えられており、カナダ国防省がこれまでに明らかにしている情報によると、2023年8月31日にビクトリア級潜水艦の後継艦について調達要件を満たす潜水艦保有国の企業や海軍などの協力を得て調査を行っており、次期潜水艦導入のためのプロジェクトチームはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本と連絡を取っているとして、2034年までに退役が予定されている4隻のビクトリア級潜水艦の後継艦として、最大で12隻の新型通常動力型潜水艦を調達して、同国の東海岸と西海岸に6隻ずつを配備したいとしていて、カナダ政府に予算編成を訴求しているというぜ。現状においてカナダ側から具体的なアプローチはない模様だけど、日本の体系方が有力視されているほか、韓国の KSS3 も有力であるとする見方もあり、韓国側のアプローチによっては、かつてのオーストラリア海軍への総流型潜水艦の売り込み失敗が再現される可能性を指摘する声が高まっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国空軍、訓練中の戦闘機 F-35A の事故の原因が発表され、何か隠しているような言い訳のような疑問の残る原因となったね。戦闘機 F-35A の定期的なメンテナンスは行っていたのか、アジアの整備拠点である日本での整備を拒否して、なぜ経費をかけてまでわざわざ遠いオーストラリアまで持っていくのか、今後、事故機を修理するのか、気になるところばかりだな。そうだね。今回はそんな戦闘機 F-35A の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年3月3日、
韓国空軍によると、1月4日に発生した訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F-35A ライトニング2が、中西南道のソサン基地に胴体着陸した事故について調査の結果、バードストライクが原因であったと発表したよ。訓練飛行中であった F-35A はチョンジュ基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突したんだ。エアインテークから吸い込まれた和紙はウェポンベイ機体内部装積砕室との間にある機体の遮断壁まで突き破り戦闘機内部まで取り込まれ、電子系統の異常により着陸装置ランディングギアが作動せず胴体着陸したことが分かったってわけ。ウェポンベイ機体内部装積砕室内部に着陸装置ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線があり、和紙と衝突したことにより、それらが損傷しランディングギアが作動せず車輪が出なかったとしているな。また、韓国空軍によると調査の結果、バードストライクにより破損した箇所以外で戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失は見つかっていないと説明しており飛行再開にあたり、パイロットや整備士に対し注意喚起と教育に努めるとしているぜ。F-35A のメーカーであるアメリカのロッキード・マーティン社などと共同で正確な事故原因を調査し、機体内部装積砕室に衝撃が加わった際の衝撃を最小限に抑えランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画みたい。韓国空軍関係者によるバードストライクに関する衝撃の大きさだけど、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだったと説明しているよ。しかし、F-35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、もちろん搭載燃料などの質量が関係するが、今回の場合は 10kg の鳥類が時速 900km で衝突したと説明するのが、望ましいのではないかとの指摘があるらしい。朝鮮日報によると F-35 の時速は 900km とのこと。この事故については同じ内容の記事が多く報じられているが、日本のインターネット上においては不自然な点が多く信憑性に欠けるとの声もあるらしい。F-35A 戦闘機は、エアインテーク空気の出入り口の後ろにウェポンベイ機体内部装積砕室が存在しその後ろに着陸装置ランディングギアがあり、本当に 10kg の和紙が時速 900km で衝突したのなら、大きな衝撃で機体が損傷することはあってもウェポンベイのさらに後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるものか考えにくいからね。時速 900km もの速度で衝突した和紙の重量が 10kg であったなどどのような状況でその判断ができたのかも不明だし、本当に和紙がいたのならおそらく鳥の姿は確認できないほどバラバラになっていたはずだよ。事故当日、訓練飛行中であった F-35A 戦闘機は清須基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突した。との発表から、この内容に誤りがなければ、ウェポンベイ機体内部装積砕室には射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたんじゃないかな。和紙はこのミサイルを越えてさらに後ろのランディングギアまで到達したことになるな。仮に、取り込まれた和紙が後方のランディングギアまで到達し、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、主翼下の格納庫も開かなかったと思われるぜ。その上、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、手前のウェポンベイの開閉も不可能で、ミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるわけだ。まさか、パイロットの命を尊重する軍隊においてミサイルを抱えたまま胴体着陸をするわけがないよね。ミサイルを抱えていたことはどこも報じていないことからするとミサイルは収納していなかったのかな。また、ミサイルを収納していたとしてウェポンベイ内のミサイルを廃棄できないのであれば、危険回避のために機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずだが、なぜ危険な胴体着陸したんだろうな。
中央日報の記事によると事故当日、F-35A 戦闘機を操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた。計器板を点検すると操縦桿とエンジンだけが正常で他は全て作動しておらず、通信も途絶えた。と報じているよ。F-35A は搭載された全てのセンサーの情報がひとまとめに処理されており、戦闘機の電子系統が作動していなかったのならもちろん、ウェポンベイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったんだろうね。今回の F-35A 戦闘機は、3つあるランディングギアの3つ全てが作動しなかったようで、このような状態での滑走路への胴体着陸は、とても危険だよ。胴体着陸は場合によっては転覆したり傾いたりして、激しく損傷したり火災が起こり、操縦士が死亡する危険もあるが、この事故での操縦士は負傷することなく歩いて出てきたらしい。操縦桿とエンジンだけが正常だった状況で不幸中の幸いだったとも言えるな。着陸時の火災に備えて空中で燃料を空にしなければならないけど、そのことについても報じられていないのでどのような状況であったかはわからないよね。ペ少将は後方装置が作動していない状況の中で、F-35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐために溶岩で海岸線を見ながら飛行したとしているけど、なぜこの時点で緊急脱出しなかったんだろう。一部ではペ少将は機体を放棄して非常脱出するべきであったとの声もあるな。機体にバードストライクの跡があったようだが、事故発生から2ヶ月も経ってからのバードストライクとは疑わしいとしか思えないのだが、もし本当にあったのならばなぜ、すぐに発表しなかったのか、不自然だぜ。そもそも事故当初、操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた、とあったが何の音だったかについては報じられていないし、これこそがわしが衝突した瞬間の音だったのかな。事故原因についてはいろんな意見があるけど、事故機が定期的なメンテナンスを行っていたのか、また今後、どこで修理をするのか気になるところだね。今、最新鋭戦闘機 F-35 が世界各国で運用されるようになり、それに伴って多数の製造拠点が必要となっているな。現在設置されているのはアメリカのメーカーであるロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では日本とイタリアの2カ国のみだぜ。日本は名古屋にある三菱重工業の F-35 最終組み立て検査施設 FACO があり、アジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U だね。F-35 ライトニングは一定の時間飛行したら機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければならず、このメンテナンスを行うために設置されたのが国際整備拠点 MRO&U だよ。そのステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなど、触ることが許されており、メンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を行えるのがメーカーであるロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみってわけだ。MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードはアメリカ本国の他にはイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。韓国は日本を敵国とでも感じているのか。アジアで運用されている F-35 戦闘機の整備拠点が日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なのにもかかわらず日本においての整備を拒んでいるよ。したがって韓国空軍が運用しているの F-35 戦闘機のメンテナンスを高い経費をかけてはるばる遠いオーストラリアで行っているらしいけど、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明だね。今回の F-35A 事故機についてはマーカーであるロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めるのだろうけど、言うまでもなくオーストラリアでの修理になるだろうね。韓国空軍によるとパイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないとしているな。しかし、胴体着陸をしているのだから胴体下部は大きく損傷していると思われ、大規模の修理費用が発生するだろうから経費の面から、1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないとの声も聞かれるぜ。F-35 戦闘機は一定の飛行時間をオーバーするとメンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機種であり、メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は絶対に避けなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。マ
毎度のような話題だけど、今回も尖閣諸島問題について見ていきたいと思うよ。アメリカが重い腰を上げたようだが、日本も何か対応すべき時ではないかと思われるぜ。もうじき開催されるはずの北京オリンピック前にアクションをした方が良い気がするよな。さて今回はそんな尖閣諸島において、ついにアメリカが動き出した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年2月25日、中国海警局の船舶による沖縄県尖閣諸島周辺海域への侵入に関する自民党合同会議なるものが開催され、その会議の結論として外国公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合、海上保安官が相手に対して危害を与える危害射撃が可能な場合もあるという考えを示した上で、海上保安庁法の解釈を明確にしたよ。実は2日前の2月23日、アメリカ国防総省のカービー報道官の声明があり、日本領である尖閣諸島周辺海域で中国海警局艦艇が日本領海へ侵入を繰り返していることについて、中国海警局艦艇の行動は誤解を招き、物理的な損害を日中双方に招く恐れがあると中国政府を非難するとともに、尖閣諸島における挑発的行為を即中止するように要求したんだ。追加として彼はアメリカは尖閣諸島における日本の主権を支持すると発言したことから、日本国内では尖閣諸島について日本の主権をアメリカが認めた発言だとして大きな好感を持って受け取られたね。こういった流れを受けた上での機外射撃容認発言だったんだけど、アメリカがバックアップしてくれたと喜んだのもほんのつかの間だったんだ。中国がアメリカ高官の発言を黙って聞き逃すはずはなく、カービー氏の発言に対して翌24日、中国外務省の往復報道局長が反論を展開しており、長与島諸島尖閣諸島の中国名は中国固有の領土、アメリカと日本による安全保障条約は東西冷戦時の産物であり、第三国である我が国の利益を損なうことは許されない。東シナ海地域の平和と安全を脅かす事態は許されないと記者会見で主張し、アメリカと日本を牽制したわけだな。中国の意見にビビったわけでもないんだろうが、2日後の26日、再び記者会見をしたカービー報道官は、23日の尖閣諸島の主権は日本にあるという発言を訂正しただけでなく、尖閣諸島の主権に対するアメリカ政府の方針は従来と変わらないとしたぜ。つまり今までアメリカ政府は尖閣諸島について日本の施設権は認めるが、主権はうやむやで日本領とまでは認めないと言っていたんだが、その立場を継続するということだったな。彼はさらに日本アメリカ両国首脳による電話会談で確認されたように、日本の防衛に対するアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した日米安全保障条約第5条に基づくものであると発言したね。アメリカの立場は従来と変わらず、日本へ肩入れするわけでなく、経済的に強い結びつきのある、中国の面目を潰すわけにもいかないということで、どっちつかずのままということなんだ。日本に何かあった時にもどっちつかずなのかと心配してしまうよな。1年遅れの東京2020オリンピックはコロナウイルス蔓延を尻目に、2021年7月から国民の不安や不満をないもののようにみなして開催されたね。この東京オリンピックの期間中は中国艦艇の動きは一時静かになっていて、世界の目が東京日本に向けられていた時期だから、余計なことはしなかったんだと思うよ。しかし、オリンピックが終わり、秋になると再び連日の中国海警局艦艇が接続水域及び領海への侵犯が続くようになり、11月19日には海警局艦艇4隻の領海侵入があり、2021年では31回目となったぜ。この行動に背景として推理されたのが、11月9日の空自とアメリカ空軍の訓練で、空自のヘリコプターやアメリカ空軍のオスプレイなどの航空機が尖閣諸島付近海域で捜索、救難訓練を実施したな。この訓練も尖閣諸島や台湾有事を念頭に置いて実施されたものだと話題になっていて、中国が艦艇4隻を一度に領海侵犯させたのはこの訓練に対する牽制だったのではという見方をする意見が多いらしい。
ここで尖閣諸島について改めて説明していくんだけど、石垣島の北西約 170km に位置する尖閣諸島は、行政区分は沖縄県石垣市に属しているよ。諸島だから、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島などがあり、この一帯を尖閣諸島と呼んでいるわけで、古くは鰹節工場があって、日本人が居住して作業していたみたいだけど、第二次世界大戦後中に引き上げ、1940年昭和15年以降は全ての島に人はいないんだ。現在は久場島と周辺小島は私有地になっていて、その他の島々は国有で、久場島と大正島は日米地位協定に基づきアメリカ軍に提供された形になっているね。1895年明治28年1月、日本が尖閣諸島を沖縄県に編入して以後、領土として支配していたんだけど、太平洋戦争で敗れたため、沖縄がアメリカの統治下に置かれたことで、沖縄県に属する尖閣諸島の行政権が停止されてしまったんだ。1951年昭和26年9月、サンフランシスコ平和条約において、日本は台湾と澎湖諸島の領有権を放棄していて、その際、尖閣諸島を含む南西諸島は日本領として認められたんだけど、アメリカ統治下に置かれる状態は継続することになり、当時の中国と台湾はこの事態に異議を唱えることはなかったということは、形の上では尖閣諸島が日本領であることを認めていたということになるんだよね。アメリカと日本が尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する沖縄返還協定に、署名したのが1971年昭和46年6月で、翌年沖縄は日本に返還されたな。それまでは日本でありながら、本土への移動にパスポートが必要だった沖縄の人たちの長年の願いが叶った時だったぜ。ところがこの沖縄返還直後から、今まで尖閣諸島については何一つ触れたことのなかった。台湾と中国がそれぞれ自国に領有権があると主張し始めたわけだ。まず台湾の主張だけど、1895年明治28年に締結された日清戦争後の下関条約により、台湾と尖閣諸島などの島嶼が日本領になったものの、1951年昭和26年のサンフランシスコ条約によって中華民国の帰属とされたんだ。この事実があるため、アメリカが勝手に尖閣諸島の施政権を移したこと、中華民国である台湾の領有権とは別物であると主張したわけ。一方の中国の言い分は、尖閣諸島は明時代の古文書に記されていること。中国大陸の歴代王朝君主は領土に尖閣諸島を含めてきた歴史的事実があることを理由に、従来は中国の教科書に尖閣群島と記載してきたものを1971年12月の、尖閣諸島領有権を主張する声明に合わせて長与大列島と表記を変更しているよ。明の時代は1368年から1644年まで続いた長期政権で、1368年といえば日本は室町幕府足利義満の時代だな。そして1644年は江戸時代初期で島原の乱の7年後ということになり、そんな昔のことを根拠にされても、と思うし、だったら古事記や日本書紀を持ち出してもいいのかと思うところだぜ。台湾と中国が1971年にいきなり尖閣諸島の領有権を主張し始めた理由は2年前にあり、1969年5月、国連アジア極東経済委員会が東シナ海の学術調査結果を発表したんだけど、その中に尖閣諸島を含む広大な地域に石油が埋蔵されている可能性があるという報告があったんだ。数年後の1973年の第一次オイルショックは有名だけど、石油は今以上に貴重な資源とされていて、太平洋戦争の原因の一つとも言われているよね。その石油が埋まっているかもしれないということで、尖閣諸島が脚光を浴びることになったわけだな。アメリカも沖縄だけでなく尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する動きがあるらしいとされたから、石油を日本に奪われてはならないという、そんな思いもあったのかもしれないぜ。台湾を自国領として完全に支配しようとしている中国からすれば、沖縄の在日アメリカ軍や先島諸島駐在の、自衛隊にプレッシャーをかける意味でも尖閣諸島占有が重要なポイントになり、
台湾侵攻と同時、もしくは直前に尖閣諸島を占拠して軍事拠点化する可能性が高いと推測されているからな。様々なことを考えると、尖閣諸島問題について政治的対話による解決はもはや不可能と思われ、残念ながら中国が実効支配への足固めをしている着々と進めている現状では、自衛隊を尖閣諸島に駐在させることによって、領有権を主張することがまずやるべきことかもしれないね。同時に、アメリカはもとより、世界の国々に日本の主張を訴えていくことも必要だと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。